じゃあお前が悪いわ、いやお前が悪いわ、いやお前が悪いわってなって、これ喧嘩になってチームワークが悪くなる、まとまらへんやんか。そうなるとチームが弱くなっていく、チームが弱くなっていくと勝てないんです。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。自ら輝き世界を輝かせるスター、ミスターおかっちです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今日あなたに紹介する熱い言葉は、終わりよければすべてよし作戦です。自信を大きくする方法を教えたいと思います。だから試合に勝ちたい人、優勝したい人、そして自分のことを信じる、その自信を大きくしたい人は絶対に見てください。後悔させません。今日は、今日から2日後にバスケットボールの大会があって、その大会が終わった後に最後の挨拶をおかっちがやります。そこの最後の挨拶のリハーサルという感じでね、やりたいと思います。そこのバスケットボール大会では、小学1年生から6年生までだいたい80人ぐらいいますね。勝った子もいれば負けた子もいる。その子たちに対してメッセージを伝える、そんな感じでやっていきます。ちょっとドキドキします。お茶じゃなくて、ウォーター飲ましてください。ウォーターね。じゃあ行こうか。じゃあ行きますよ、行きますよ。終わりよければ全てよし作戦ですよ。行きますよ。明日やろうはバカ野郎。そうだよね。今からちょうど3ヶ月前、おかっちがここであなたに伝えたこと、それが、明日やろうはバカ野郎。ね。明日やったらええわ、いつかやったらええわ、じゃなくて、今日やるって決めたことを今日やる。自分との約束を守る。それが大事なんだ。そういう3ヶ月を過ごそう。ということを、9月に、ここであなたに伝えました。3ヶ月前。そして、紙に書いてやると決めたことをこの3ヶ月一緒になってやってきたと思う。質問があります。今日優勝できた人手を挙げてください。はい、下ろしてください。では今日優勝できなかった人、負けた人、手を挙げてください。ありがとうございます。今優勝できなかったと手を挙げた、そんなあなたのために今日はおかっちどうしても伝えたいことがあってマイクを持ってます。今日のテーマは自信を育てる方法、大きくする方法です。名付けて、終わりよければすべてよし作戦です。はっきり言います。試合に勝てる人、勝利する人、優勝する人は自信を持ってます。自分のことを信じているんですね。自分のことを信じている、自分のことを信じているからね、難しいことにも挑戦して努力をする、新しいこともやってみようと思って一生懸命頑張る、練習する、 100% やる、本気でやる、で本気で努力するから、だから成長するんですね。ね、できなかったことができるようになって、できることがもっと上手くなる、シュートが入るようになって、ドリブルが上手くなって、新しい技を覚える、そして成長した自分を見て、ほらやっぱり自分ならできるんだっていう風になって、自信が大きくなっていく。で、自信が大きくなるから新しいことに挑戦して努力して、努力をするから成長する、成長するから自信が大きくなっていく。このサイクルがぐるん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 回っていく。そうするとどんどんできなかったことができるようになって、バスケットボールが上手くなって、最終的には勝てるようになるんです。そう、優勝する人は自信を持っている。ではどうやったら自信が大きくなるのか、自分のことを信じられるようになるのか、それを教えます。それはこれです。
自信、自信とはできたという体験の量です、数です。たくさんあれもできた、これもできたっていうことをいっぱい経験して体験すればするほど自信がどんどん大きくなっていくのね。あ、左のシュート速くなった、ランニングシュートのステップができるようになった、新しいフェイントを覚えた、あ、腰回すの速くなった、前勝たれへんかったたけしに勝つことができた、できた、できたということが多くなればなるほどどんどん自信が大きくなっていく。で、自信が大きくなってるからどんどんバスケが好きになって、やってみようって努力して練習するから成長する、でぐるんぐるん回っていくから勝つことができるんだよね。ね、自信とはできたの数です。じゃあその逆にどうやったら自信がなくなるのか、ね、自信が小さくなるのか、それはこれです。はい、できなかったです。一生懸命頑張った、努力をしたけど勝つことができなかった、シュートが入らなかった、ミスした、失敗した、そしてパスも失敗して変なところに行った、負けてしまったという、できなかったがたくさんあればあるほど、あるほどもうバスケットボールやめとこうって、もう俺自分のこと信じられへんわって、もうバスケおもんない、向いてないわ、才能ないんちゃうかってなって努力しなくなるのね。努力しない、練習しない、練習しないと成長しないよね。成長しないからまた自信がなくなってできなかったっていう風になっていく。そうやってできなかったがたくさん多くなればなるほど努力しなくなるし、自分のことを信じられなくなる、自分なんてダメなんだって思って、どん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 勝てなくなる、敗北、つまり負けてしまうんです。だからあなたに伝えたい、さっき今日勝てなかったって手を挙げたあなた、今やるべきことはできたを見つけてください。負けたすぐあと、つまり今この瞬間に自分ができたことを見つけるんです。なぜ大事なのか、それは負けた時にこそ自分ができなかったことばっかり見えてくるから。パス失敗した、キャッチできへんかった、ドリブルカットされた、試合に負けてしまった、ワンオンワンで抜かれへんかった、できなかった、できなかった、できなかった数が多くなったらどうなるよ。自信がどんどんなくなっていく。自信がなくなったら自分のことを信じられへんから新しいことを挑戦しようってできへんねん。だって俺なんて挑戦しても失敗するわ、そう思ったら挑戦できへんやんか。だからよ、できなかったが多くなると自信がなくなって努力しないし練習しないし上手くならないの。つまり永遠に勝つことができない、負け続けるんです。だから負けた今することは自分のできたことを見つけてください。この前の9月と比べて今3ヶ月経ったこの今、自分ができるようになったことは何だろう、成長したことは何だろう、上手くなったことは何だろう、ドリブルがちょっと速くなった、新しいなんかこんな技できるようになった、パスが届くようになった、シュートがリングに入るようになった、まるまるくんには負けたけどまるまるくんには勝てた、どんなことでもいい、できたことが1つもしくは2つ3つ絶対やるね。それを見つけてください。それを見つけてくださいな。もちろんやね、自分ができなかったことを見つけて、できなかったことをできるようにする、これも大事なことです。そうやって成長していく。でも自信を大きくするという点で言えば、自分のできたことを見つけるんです。一生懸命見つけて、そこを全力でやってほしい。で、自分で自分のできたことがわからなかった時、その時はお父さんに聞いて、お母さんに聞いてください。そしてコーチに聞いてください。今日君たちがここで頑張っているとこ、全力でやってる姿を温かく見守ってるお父さんお母さん、そしてコーチがいるやろ。僕たち大人、その大人の一番の仕事はできなかったことを見つけて自信をなくすことじゃなくて、
できることを見つけてあげて、教えてあげて、自信を大きくすることやね。だからお父さんお母さんコーチに聞いたら喜んで君たちのできたことを伝えてくれると思う。そしてこれはチームでも全く同じやな。試合に負けた後にお前が悪い、お前のパスが悪かった、なんで取らへんねん、シュート打つなって言ったやろ、下手くそやねんからっていう風に、お前が悪い、お前が悪い、お前が悪いって言ってたらどうなるよ。じゃあお前が悪いわ、いやお前が悪いわ、いやお前が悪いわってなって、これ喧嘩になってチームワークが悪くなる、まとまらへんやんか。そうなるとチームが弱くなっていく、チームが弱くなっていくと勝てないんです。いいですか。大事なことはチームを強くすることでしょ。そのためにもちろん勝つために言いたくないこととかな、言わなあかんこともあるな、きついことも言わなあかんこともあんねん、できてないことを言わなあかんこともあるねん。でもそれと同じぐらい、そのメンバーの自分の仲間のいいところ、できたことを伝えてあげてください。あなたの言葉で北風のようにピューって吹くだけじゃないねん、太陽のようにあったかくなってできてるところを認めて教えてあげるの。そうするとその子の仲間の心にガソリンがたまるから、ガソリンが満タンになったら努力ができるようになる。練習するやん、練習したらその仲間上手くなる。一人一人チームのメンバーが全員上手くなったらチームも全体も強くなっていく、成長していく。そうすればチームとしては勝てることができるね。いいですか。これから先苦しいこともあるし、負けることもあるし、失敗することもあるし、うまくいかんことなんかいっぱいある、山ほどあるね。その時にできなかったことだけじゃなくて、最後には自分のできたことを見つけてくださいな。一番最後には負けた後にはできたことを見つけるね。これが終わりよければ全てよし作戦です。今日1年の最後の戦いで負けた人いるよね。そのあなたがすることはできたことを見つける、成長したことを認める、見つけてあげるんだよ。自分のために、仲間のために。そうすればこの2021年が最高の1年に変わる。終わりよければ全てよし、終わりよければ全てよし、終わりよければすべてよし。おかっちはあなたが自分のできたことを見つけて、自分を信じて、自分がやりたいことを全力で挑戦することを心の底から応援して